今日どうしても言える同僚に今のことだよって言われて、私が間違ってるってわけわかんなくて、話してごらんの、で、うぜーって。一発一キュッポ。5000円だったら出してやるよ。はい。で、電話は電話まだ、電話まだかな、電話の予感。待ってる。で、これか、待ってる。これ、彼氏なの、やべ。電話の神山愛ちゃんが電話が来るって、これか、キャバクラじゃん。はい、もしもし。はい。お店の営業。ほら、違うでしょ。あなたの彼女の愛ちゃんだよ。あ、そうなんだ。また面白そうな映画見つけたの。あ、そっか。俺、映画興味ないよ。あ、そう。かわがってねえな。私のことならすぐわかるんで。あなたもチェックしてたんだ。まあね。っていうか、趣味が一緒なんだから、仕方ないっか。無理あるな、これ。で、そうさの、まあ、いいんじゃねえの、そういうのも。まあ、いいや。いいな。あの、何？行こうよ。どこに？絶対だよ。断らせないからね。はいはいはい。わかった。だって、最近会えてなかったから。寂しくて。そうなんだ。しょうがねえな。ありがとう。いえいえ。可愛い格好していくからね。セクシーがいいな。楽しみにしてなきゃダメだからね。はいはいはい。2分これ。2分かなこれ。ほら、そっちも行ってよ。やだよ。やだよ、ちょっとそれは。恥ずかしい、今配信中なんだ。なんだよ。そう。あ、わかった。はい。じゃあね。何？じゃあ、休憩終わっちゃうし。わかった。じゃあね。はいはいはい。バイバイ。バイバイ。次は誰だ？暇なの？あ、そうなの？遠慮してたよ。はい。次。そうね。次、どれだ？俺も食べたいです。電話は、電話どれだ？なるみ。国、みゆきちゃん。みゆきちゃんってどれ？あ、これ？
に30歳、うんうんうん、もしもし。はい、もしもし。突然すみません。あ、大丈夫。うん、どうした？いや、その、うん、私ばかりメールしてしまって。あ、まあいいよ、別に。申し訳なくなってしまいました。いや、大丈夫、大丈夫。うん。え？うん？ああ、あの、不衛小説の作者ですか？あ、そう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 。確か、俺が3作目です。あ、そうなんだ。あ、3作目はそこまでなんですけど。うん。あ、そうなんだ。とにかく、色とか、形とか、匂いとか、匂い？そういうものまで伝わってくるくらいの表現力なんですよ。あ、すごいね、君の表現ね。うん。食事中とかは、あんまり向かないですよ。あ、そうなんだ。わ、まあ、一応ね、ちょっと読んでるんだと思って。あ、いけない。また、すみません。あ、いいよ、いいよ、別に。よく言われてるんです。何が？ああ、まあその気持ちも分かるから、うん、大丈夫だよ、まあ、うん、あんまり話さないようにしてるんですけど。いや、いいよ、話して、別に。うん、はい、うん、大丈夫。うん、休日ですか？一人で本を読んだり。そうね。お母さんや、この間行った古本屋に行くくらいです。古本屋、今？はい、渋いね。はい、うん、恥ずかしながら、うん、いやいや、別に友達なんて別にいいんじゃないの、少なくても。あ、うん、でも、うん、あなたとはなぜでしょう。多分自然に会話できてるような気がするんですけど。うん、本当ですか？よかったです。まあね、いやいやいや、いいよいいよ、全然。はい、うん、そんなこと以外でもちゃんと喋れてるみたいで、自分自身に少し安心しました。あ、そう、よかったよかった。うん。うん。ごめんなさい。うん。なんで？娘の方のことを伝えようとしてたのに。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。うん。はい。はい。うん。雑談も、たまにはいいですよね。そうだね。うん。いいね。ありがとうございます。いや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 。はい。はい。またメールしますね。あ、うんうん。メールか。以外でも。はい。はい。そうしてください。はい。はい、じゃあまた。はい。ありがとう。終了？これ。ぽいな。よし。いいな。みゆきちゃんいいな。みゆきちゃんいいな。うん、なんだよ。うん、あいでーす。あ、あいちゃん？どうしたの？びっくりしたわ。うん。何？どうした？ちょっと、あ、本当？あ、アイちゃん、あれだよ、あまりお酒飲んだらダメだよ。うん。え、何？どうした？電話したのは、ね、何？あ？何？キャバクラしてたらね、どれだけ違うって言っても、うん、信じてないみたいだから。まあ、うん、まあでも信じてますよ。はい、大丈夫ですよ。またそうやって曖昧な感じ。あ、すみません。はい。デート中も言ったけど。デートしたっけ？本当にあの店ではもう働いてないんだよ。いいよ、別に働きなよ。俺働き。社長自体辞めたんだから。うん。そっか。俺も行きたいよ、また。あなたはドレス姿の私を見たって言うけれど、うん。他人の空にって言うじゃない。ああ、そうだね。確かに。ああ、うん、もう、しつこいな。っていうか、なんでそんな場所歩いてたの？はい、いや、ちょっと、違う店行こうとしてたんだよね。あ、そうそうなんですよ。でも、うん、お店に行く以外にあんな繁華街通ったりしないよね。あ、もちろんもちろん。はい、その用が、うん、お店だったんじゃないの？
まあ。え？あ、そう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 。そうよ。あ、すいません、ほんと。いやいやいや。いや、だから、その、あれだよ、その、ちょっとね、うん、すっきりしようかなと思って、うん。行こうとしたら、ちょっと客引きにね、捕まってね。うん、会話になってないね、これね。うん。まあいいや。うん。ん？そうそうそう。ないよ。大丈夫だよ。照れんなよ。そんな。ああ。まあいいよ。ああ。なんか、堂々巡りで疲れちゃったね。そうだね。ああ。まあ、そういう日もあるよ。大丈夫。とにかく。はい。私じゃないから。何が？それだけ言いたかったの。ああ、はい。おやすみ。はい。終わりかな？終わりだね、これ。はい。ちょっと待ってよ。あ、これ、いっぱい来た、これ。ああ、ちょっと、ああ。うん。